こんにちは、インセルです。ちょっと仕事から今帰ってきてたところで、いや寒いですね、ちょっと、ちょっと暖かくなってきたんで、もう変わるかなと思って、季節が、まだ急に冷え込みましたね。ちょっと鼻炎気味でね、もう大変なことになってて、久々にちょっと鼻炎がもうすごいことになってますね。3週間ぶりにちょっと大阪日本橋に行ったんですが、まあ遊戯王のパック発売日ですね。前回のまあ限定パック、まあ転売屋がいっぱい来たせいで買えなかったんで、今回はまあ結構買ったわけですが、まあ普通に買いましたね。はい、まあレギュラーパックというか通常のパックはね、さすがに買えても、これにまでね、ちょっと転売がもう及んだらちょっと大変だったんで、ポケモンではもうなんか普通のパックかどうか知りませんが、まあ全然買えなくてもゲームできない状態だったんで、まあそれに比べたらマシなのかなと、幾分。はい。で、もう一つ買ったのがありまして、まあ、お金は貯め込んでるんですが、そのいつでも、まあ、バイトを辞めてもいいように、まあ、でもちゃんと使うときは使うって感じで、ちょっと中古なんですが、3万円のタブレット PC、しかも Windows なんで、使ってるやつで一緒なんで、まあちょっとあの出かけるとき、まあ、電車の中結構長くなるんで、その電車の中、あの長旅というか、遠くに行くとしたら、その時間ちょっともったいないなと思って、まあこれで何か作業とかできたらなとか思ってるんですが、まあ動画編集なりなんなりできたらなという感じで、あとまあ調べ物したりとか、はい。タブレット PC。まあと言っても Wi-Fi 繋がなきゃネット繋げないんで、まあ主にそういうちょっと時間ある時に作業をして少しでも効率化を目指すという形でちょっと思い切って買いました。はい。結構いいですね、これ。最近ちょっと食べたもんで美味しかったのが、あのなんかテーブルマークっていうメーカーの、その例えば冷凍食品、まあ、なんか日冷とかいろいろあるじゃないですか。なんかテーブルマークって聞き慣れないんですが、それ の、 あのガーリックライスがちょっとあのめちゃくちゃ美味しくて、そのバイト先のホームセンターの隣がスーパーなんで、ちょっと買ってみたんですが、もうそればっか食べてますね、最近は。はい、結構好物が見つかった感じで、ガーリックライス冷凍ですが、はい、チンして食べる感じで、他にちょっと美味しかったのが、まあ、近所のスーパーの、あとは ピザぐらいですかね。大会ね、するとき、一応ちょっとあのバイト先も同じリュック使ってるんですが、この前買ったあの黒色の、ちょっと黒は失敗だったなと。というのも、その暑くなるんで、その普通にその黒はもう熱吸収するんで、ちょっと単純に暑いのと、あとまあ、PC 今言った通りこれ入れるんで、熱でやられる可能性があるんで、ちょっと白っぽい、まあ、リュック買おうかなと思ってます。あれは仕事用にして、はい、この間買った黒リュックは、はい、という具合です。とりあえず鼻炎がね、もう今ひどくて、もう一回暖かくなる時に、季節の変わり目が来るんで、当然まあ体調崩すんで、ちょっとその時気をつけながら、はい、皆さんもちょっと気をつけてください。はい、絶対体調崩すんでね、やっぱりその一気に気温が上がったり下がったりする時は、というわけでね、次こそはでもちょっと徘徊行きたいですね。この間の続き、はい、言ってた通り、今度こそ、ちょっとパンクして途中で断念しましたが、まあ大阪の、まあかなり近場ですが、大阪のね、港側、埋め立て地とかいろいろね、ちょっと行ったことないところ行ってみたいと思います。はい。という感じでした。ありがとうございました。